かわいい、なんかホリデーな感じじゃないですかっていう。はい、歩いてます。もうタイトルサムネでお分かりかと思いますが、またミュウミュウに来ましたっていう。もう中毒です。ここは中毒の道です。中毒者ロードです。あの、いつもこの車止まってます。この車は誰の車ですか？はい、ミュウミュウ可愛いですよ、入っちゃうよっていう。ですね、今回ですね、ホリデーコレクションっていうやつにお呼ばれしました。はい、入るとこんな感じ。あ、もう可愛い。これは 23AW の商品ですね。はい、このサングラスみんな欲しいやつですよ、これは。はい、これありましたよ、ありましたよ、買いましょうっていう。このサングラスは本当に可愛い。この形はジンズとかアヤメとか絶対ない形なんで、ここで買うしか買えませんっていう。この薄さね、はい、すごく欲しいです。これ AW のアイテムがありますね。はい、あったかそうですね。もう寒くなったからね。はい、今回ちょっと見ないけど、バッグもですね、この細長のバッグはなんか可愛いギャルがみんな持ってますね。はい、こちらが会場というかお部屋が用意されてましたっていう。ホリデーコレクションがこうギュッと詰まってる、可愛いのギュッの詰まったお部屋でした。ちょっとなんかギュッてしすぎてギュッてなりましたけど、はい、こんな感じのラックになってますね。ギュッてしてるよね。はい、一応なんか海山みたいな、なんかそういうもののテーマごとに並んでるとのことでしたよ。はい、こんな感じでちょっとこうね、スウェットにビジューみたいな、可愛いです。モフモフのバッグもいっぱい、モフモフのものはいっぱいありました。可愛いですね、やっぱギャル度が高いっていう。そして奥にこのソックス、ミュウミュウのソックスは本当可愛いです。で、これなんですかっていう、この白い箱、はい、マーシャルのあれです、音聞くやつ、スピーカー。これがミュウミュウのなんですかって思ったら、これマーシャルのスピーカー、マーシャルのスピーカーで、このケースがついてるっていう。すごいね、こういうのがあるんですね。これは初めて見ました。そうなんだみたいな。で、これです、ミュウミュウのパックティーっていう、初めて見ました。これも私たちやっぱジルとかボッテガのパックティーは持ってるんですけど、ミュウミュウのパックティーかみたいな。しかも私の大好きなこのボックスロゴのパックティーかみたいな、すごいテンション上がりました。ミュウミュウやるじゃんみたいな。でもね、この色味どうですかっていう。で、全部ね、長さっていうか形が違うんですよ。これがね、やっぱミュウミュウのレイヤードを私たちはしていきますっていう、あのコミットメントティーですね。コミットティーですかね、これが。はい、これが水色。なんかバラバラで着ても可愛いけど、こうやって3枚で形違いでレイヤード用って言われたら、じゃあレイヤードして着てみようかみたいな、もうこれ買って帰ろうかみたいな感じでした。なんか私たちのためのアイテムかなみたいな。これがノースリなんですよ。さっきのあの1枚目のやつの上に着んのかな。そうなんです。このカーキの色はいいよねみたいな感じですね。それぞれバラバラでも着れるし、レイヤードしても着れるっていう。そんな便利な、これだけ持ってればレイヤードも迷わないってことみたいな。ね、全部合うっていうことで組んでるんですよねっていう。これ長袖ですね、長くて、はい、ここスリット入ってるよみたいな。生地は私たちの持ってるちょっと薄いシャリシャリっとしたやつよりかはちょっとコットンっぽい感じですね、張りのある感じで。これも気になりました、この中に着てるやつ。これは私たちの持ってる T シャツのちょっとニットっぽい感じかな、はい、で、これね、キラキラ可愛いですよね、これね。でもこっちの方が着やすいんじゃないのみたいな。着やす、こちら、あれ、はい、ということでちょっと落ち着いてラックを見てますね、まずは。こんななんだみたいなね。ちょっとヤシの木とか、今まで私たちが注目していたミュウミュウとはちょっと違う、なんて言うんですかね、パーティーな感じですよね。似合うのかな、ちょっと落ち着いた感じなんでね、今もう気持ち的にも。食べ物もそのオリーブオイルと塩とかでやってるんで、そういう人生と合うんですかみたいな。あ、これはい、可愛かったです。ポロシャツの生地のセットアップっていう。あとこのね、中のやつですよ。これはね、なんて言うんですか、ブラみたいな、キャミ、ミニキャミみたいなやつで、ニット素材っていう。やっぱ、あ、このと、あ、見ましたか今、チラチラ、
私の大好きなボックスロゴ、はい、これセットアップっていうね、こういうのは中をどうやって着るんですかね、教えてください。どうやって着るんだろう。あ、でこれショーツ、はい、ノーボトムルックにどうぞみたいな、これ可愛かったです。シャツとセットアップで、やっぱこの絶妙なカラーいいですよね。グレー、薄グレーみたいな、でロゴも目立たないように同じ色の糸で縫い付けられてました。これなんだっけ、あ、そうそう、このジャケットは次のコレクション24の SS の、 あのロゴです。可愛いですよね、キラキラでデカミュウミュウみたいな、やっぱこうプレッピーっぽい感じがあのミュウミュウらしいですよね。はいはい、いいな。こんジャケットね、意外とどこでも着ていけるよみたいな言うけど、どこにも着ていけないんですよね。意外と存在感強くてね、中のやつ気になってます、ね、はい。こんなあのカタログも見せてもらいましたね。こんなねあるんだよ、カメラとかポラロイドとか、これさっきのスピーカーでしょ、腕につけてるの分かりますか、あの黒いの、あれはAirPodsケースなんじゃないかっていう噂です。なんじゃないのっていう、寝る時もつけたいぐらい可愛い。ね、見てペンケースとかなんかすごいんですよ、こんなにあるんだみたいな、っていう、びっくりしました。全部があるわけじゃなかったんですけどね。これ旅行用のやつですか、これで旅行へどうぞみたいな、ホリデーだからか、あ、だからか、今分かりました。あ、で湯たんぽで温まっちゃったりしてね、はい、バーバリーもありますよね今ね、湯たんぽ。こんなんでとっちらかっててすいませんねっていう図なんですけど、なんか本当にギュッてしてて、店員さんもなんか 3,4 人なんか行ったり来たりしてて、なんかバタバタ、はい、これです、これさっきカタログに載ってたやつとか、ビジュの靴とか、あと後ろにあるのがこれがさっきの T シャツの色地を出してくれて、こっちの方がなんかニュアンスカラーでいいんじゃないみたいな、うんうん、そうだよね、こういうベージュとかの、はい、あとこれとかも、はい、一旦落ち着いてシャンペーンを飲みますっていう、はい、やっぱ正気だと服は買えないんで、やっぱちょっとお酒を入れないとこんな服は買えないですよっていうことです。お酒を飲まなかったら帰ってますからね、はい、これでちょっと長持ちさせましょうっていう。あのグラスはなんか変わったグラスでした。これは可愛いけどね、なんかちょっとサイズ合ってなくないですか、こういうもんなんですかね。シャンペーン詳しい人教えてくださいっていう、はいはい、でこれの四角い箱なんでしょうかっていうことです。私たちは甘いものが大好きで、これは何でしょうかっていうことなんですけど、あれですかね、有名なやつなのかな、はい、箱を開けてみましょうっていう。でこの紙ね、はい、私この紙がすごく大事です。何が入ってるのかが分かる紙っていう、はい、こちらチョコレートですね、チョコレート、多分これもなんか大地をイメージしてんじゃないのみたいなね、なんかそんな感じしませんかっていう、やっぱこういうそのネイチャーとつながっているぜみたいな、なんか今回のホリデーのテーマなのかなみたいな感じですね、はい、右下のが一番美味しかったです。こんなのを食べちゃったりして美味しい、はい、で夫がこれ見てますね、やっぱりねこのカットソー気になるねみたいな、一番いいんですよこういうのが、洗えるし耳っぽいしレイヤードできるしみたいな、長袖だったらちょっと長く着れますからね。ロンティってのは一番いい、あ、これです、このサングラスを皆さん買いましょうっていう、いつ入ってくんだろう、まだ入荷しないって言われた。やっぱこのなんていうんですかね、知性を感じますよね。でこのね絶妙なダサい形ってのがないんですよ、本当にないんですよ。探してみてください、これはこの薄さ細さ、はい、着てみました。え、どう思います皆さん、これどう思いますっていう衝撃でした。これは着てみたら、え、そんなレイヤードできるとは聞いてましたけど、こんななんかダサ、言っちゃダメか、言っちゃダメか、そういうの。でもなんか似合ってないってか、いる、なんかこれで合ってるのかな、着方間違えてないですよね。さっきの 1,2,3 枚で着たんで、こうやって着るっていうので、スリットとかも気に、スリットとかいう問題じゃなくて、これはどうな、生地がとかじゃないんですよね。なんだろう、なんか絶妙になんか似合ってない、あ、脱いだらいけるかみたいな、いけますこれ、いけてるのかな、これで合ってます、みみゅさん、これですか、
合ってるよね。ん、はい、もうどんどん抜いてくっていう違和感で着すぎなのかなみたいな。いやいや、じゃあ3枚の意味みたいなね。でもこれだとしっくりきました。はい、1枚なんで1色だと、はい、うん、これで1枚ならいっかみたいな。いやいやいや、はい、もっと脱いで、どんどん脱いでいくよみたいな。着すぎてました、ちょっとレイヤードしすぎてましたっていう。やっぱ何事もやりすぎは良くないよみたいな。はいはいはい、うん、これでいいですかみたいなね。まあ、このショート丈はいいですよね。やっぱショこの絶妙なショート丈のトップスっていうのはいいかな。でこれ長袖の方ですね、さっきボディが着てたやつ、まあ、これかなみたいな感じですけどね。どうですかっていう。薄いしね、やっぱこのサイズ感もちょっと合ってますよね。さっきのはなんかレディースの M だったかな、だからちょっと夫182もあるんでちょっとちっちゃかったかなみたいな。でなんか T シャツ入れてみたりして、うんうん、やっぱこの袖が長いのがいいですよね。夫はすごく袖が長いじゃない、手が長いのでこういう風に余ってくれる服っていうのは貴重ですね。気に入ってますね、これは。なんかすごく気に入ってそうだ、ずっと着ているな。ん？ずっと着てますね。すごく気に入ったんじゃないですか。パンツもこれ今日ミュウミュウなんでね、はい、セットアップしちゃってますね。でこれジャケット着てますね。ミュウミュウのブルゾンいいんですよね。ちょっと別の形の前着てほしいなって思ってて、なんとなく 見過ごしちゃったんで、今回ちょっと似たような形のがあったんで、こういうこうちょっと薄で、中薄でっていうんですかね、私です、私も着たよっていう。私これ気に入ったんだ、すごく気に入った。さっきの夫が着てたロン長袖のやつの何ですか、ワンピース版みたいなやつですね、インナーが。でベストです。ミュウミュウのベストやたら可愛いですよ、いろんな形あってね。はい、ちょっと長くてピタッとしてる感じなんですけど、こういうのやりたいなって思います。はい、ベストっていうのは一番いいアイテムじゃないですか、おしゃれだし。大きめのベストあるんですけど、夫とシェアする用の。私単品のちっちゃめベストってないなみたいな。ちっちゃめベストっていいなみたいな。はい、次です。かわいい、なんかホリデーな感じじゃないですかっていう。はい、シューズも履かしてもらいましたね。でもなんか夏ですね、今見たら寒そうですね、冬なんで今見てるの私。はい、こういうファーとかね、なんか無駄な装飾いいですよねっていう。ほんとポロシャツの生地で薄くて軽かったです。はい、でシューズ、これがベロワですね、スリッパタイプ。意外とこういうの使えるなって思いましたね。スカートの時パーって履いてもいいし、スラックスでもいいし。で、こう同じベロワのバッグですね。この細長のミュウミュウのバッグは本当に可愛いですね。はい、ベロワ合わせみたいな。で、これが、別のやつです。シャイニーな、ゴールドシャイニーのセットアップですね。はい、すごく伸びて着心地いいんですよ、意外とっていう。中にさっきのスカート履いてます、透けちゃうんでね。どうですか、すごい。やっぱホリデーなんですよね。ホリデーっていうのはこうキラキラ眩しいものですからね、こんぐらいやんないとっていうことです。はい、靴がまた靴いいですねこれね。はい、こちらプレッピースタイル、ミュウミュウプレッピーミュウミュウみたいな。紺ジャケにスカート、このジャケットのやっぱ長さとスカートの丈感っていうのがさすがだなと思いました。これはやっぱちょい隠れいいですね。ジャケットの中にちょい隠れするスカートっていうのはやっぱりそのスクールカースト上位のギャルがやってたやつですよね、これ学生時代。はい、なんでスクールカーストに未練がある方はぜひっていうところです。で同じロゴね、ちょっと厚手でしたね。厚手の服っていうのはなんかいまいち買っていいのかなみたいなね。可愛いですけどね。はい、ジャケットをこうバサッとやってスカートが隠れるって、この丈感を覚えときたいなと思いました。この丈感を再現できるジャケットを古着屋とかで買ったらいいのかなみたいな。でもこのスカートはすごい可愛いですね。やっぱミニスカート。ミュウミュウといえばミニですよね。でも、
持ってないんだよな。なんかやっぱ意外と子供がいてしゃがんだりとかするんですよ。だからスカートってみたいな。シャツも可愛いです。この色絶妙、白じゃなくてあのちょっとベージュっぽい感じ、可愛いよねみたいな、はい、感じです。やっぱこのショート丈のシャツとスカートっていうのは、まあミューミュー好きだったらカット、あ夫も着てます。あ、このメンズのショート丈のシャツっていうのが難しいっていう話あるじゃないですか。でもどうですかっていう、全然余裕じゃないっていう感じなんですけど、可愛くないですか。私メンズのショート丈もっと流行っていいと思うんですよね。なんか女性がやるとお腹出ちゃってちょっとなんかエロさが出ちゃったりとかするじゃないですか。メンズだとこうそれがないっていう、本当にヘルシーにショート丈で、まあインナーチラッとこうやって見せたりとか、普通の白 T ですけど、これ可愛いですよね。可愛いですよね。メンズこそこういう短いシャツっていいんじゃないかなって思ってるんですよ、はい、気づいてました？これボックスロゴですからね、私たちの大好きなミュウミュウのボックスロゴ、可愛いですよね。これはいいですよね。これじゃんみたいなね。しかもボタンダウンっていうのもいいですよね。なんかやっぱ白ボタンがこう映えるっていう感じで、これ黒ボタンだとちょっとこうゴスっぽくなるんで、やっぱ白で抜いてくれるといいですよね。黒シャツってやっぱりこう、あ、私また着てます。これパーカー？フーディーかな？フーディーに未練があるんですよ。前の動画で乗っけたんですけど、ミュウミュウのフーディー。すんごい形可愛いんですけど、なんかフーディーなのっていう着心地だったり、フーディーなのっていう値段だったりしたんで、買えなくて。これならいけるのかな？でもやっぱりこれも中綿が入ってて、フーディーというよりかはアウターって感じでしたね。うーんみたいな。そうか、フーディーは出さないって決めたのか、ミュウミュウはっていうのをここで、はい、気づきました。これもさっきのパクティー着てます、私も。私の方が似合う？どうですか？やっぱ1枚で着てるからか。うん、1枚で最初から着てます。もうレイヤードはやめましたっていう。はい、こういうカットソーっていうのはいいですよ。でもちょっとロゴ違うのどうかな？ボックスロゴとその 24SS ロゴみたいな。あ、どうですかっていう。バトルですね。はい、これふわふわのやつです。こういうのが欲しい。こういうの集めたいなって思いました。この、こういうのを買うお金がもう残ってないんですよね、いつも。でもこういうのから買ってくっていう。あるじゃないですか。この動画で、なんていうの？この、瓶に最初に大きい石を入れなさいみたいな教えあるじゃないですか。小石を後から入れなさいみたいな、その教えのやつです。あ、これピンです。はい、可愛いですよね。このピンギャルっぽいですよね。でこれをやっぱ担当の方おしゃれなんで、こうやって2つつけるっていうのを教えてくれました。2つつけたらなんていうんですかね、可愛さを通り越せるっていうか、抜けるっていうかね。やっぱ可愛すぎるのは嫌なんですよ。ちょっと変わってたいっていう。これ何やってますか私。あ、ファッションチェックか。はいはい。白ジャケ着てますね。この白いジャケットは何だっけな。何だっけなこれ。何だっけこれ。すごい気に入ってるやつです。あ、はい、夫。はい。ピーター・ドゥですね、これ。で、インナーがオーラリーで、パンツとベルトがミュウミュウっていう。あ、で、ブーツが、ソロベアってやつですかね。これ、スーパーAで買ったやつですね。ここどこだっていう。はい、最後ですね、これ。エレベーターでね。はい、地下に行くよっていう。怖いのが始まったのかな。違いますよっていう。とっておきをお見せします、これから。私たちがね、この世で一番おしゃれなトイレと名付けた、ミュウミュウのトイレ。見たことありますか？まず、扉がすごいでしょ。はい、どうですかっていう。これすごかったんですよ。私家建てたらこのトイレにしようって思ってるんですけど、まず真っ黒で何も見えないけど、はい、ぼやっと見えてきたのがこれ便器ですね。便器の顔してないですよね。ねえ、スピーカーみたいな顔してますよね。さっきのスピーカー。はい。で、なんかわかんないけど、鏡とか洗面台もなんか丸みを帯びたりしていて、すごいでしょこのオーラっていう。本当にこのトイレが大好きです。これがすごいです。この扉は何だみたいなね。
開けるんですか？開けていいの？開けるの？どうするの？うわ怖いよ。開けていいんですか？それは怒られない？何ですか？うわ、あ、そういうことか。赤ちゃんも入れるの？なんてことだ。驚きでした、これは。はい、これ洗面台。こんなトイレ長くていいんですか、最後。ウケる。そう、洗面台。ピタピタの、はい。ピタピタのやつですよ、これは。板状の洗面台っていうね。はい、終わりました。何を買ったかは、またお知らせしますっていうとこなんですけど。なんか買ったんだっけな、これ。はい。楽しかったです。また行きます、みゆみゆは。通ってるんで。また動画撮ります。